きのアイディア、すっごく良かったよ。本当？ありがとう。でも、あのアイディアが出せたのはみのりちゃんのおかげだよ。私だけだったら、童話モチーフのお化け屋敷にするっていうアイディアは出てこなかったと思うから。モアモアジャンプの活動のおかげで企画力が鍛えられてるのかもね。そうかな。だったら嬉しいな。最初はバンドの練習の邪魔にならなければ出し物は何でもいいって思ってたけど、せっかく二人が企画考えてくれたんだし、少し気合い入れて頑張ろうかな。やった！それじゃあ明日の話し合いも頑張ろうね。みんなのおかげで、あんちゃんみたいに怖がりな人でも楽しんでもらえるお化け屋敷にできるかも。当日は4人で思いっきり楽しめるといいな。から学級委員長が大変そうだね。確かに、いろいろやることがある分まとめるのも大変だろうね。なんかこの状況どこかで。そういえば、コナミも合唱祭の時、クラスの意見がまとまらなくて大変だったって言ってたな。まあ、うちはコナミのところみたいに意見が真っ二つになってるってわけじゃないけど。ねえ、院長。まずは、必要なことを全部洗い出して、それから担当を決めていったらいいんじゃない？その方が意見も早くまとまりそうだしね。みんなも一斉にあれこれ言うと委員長が困るから、一人ずつ言ってあげたら。大したことしてないよ。しほちゃん、かっこいい。うん、空気がピシッとしたね。そう？うん、こういう時はっきり言うのって難しいから、さすがしほちゃんだなって思ったよ。普段は言い方きつすぎって言われることの方が多いけど、ま、それならよかった。
割分担ができてよかったね。でも、しほちゃんが迷路チームで、みのりちゃんが衣装チーム、私が宣伝チームだから。みんな分かれちゃったね。3人とも、そこそこ向いてるとこに収まった感じはするけどね。そうだね。担当は違うけど、それぞれチームで頑張ろう。というわけで、衣装制作を始めましょう。チームは木の絵を描いたベニヤ板で迷路の壁を作っていけばいいんだよね。一人三つね。わかった。それじゃあやっていこう。絵筆で葉っぱを1枚ずつ描いてと。ベニヤ板に絵を描くの案外楽しいな。でもなんか立体感が足りない。緑一色だとのっぺりするし。そっか、陰影をつければいけるかも。ここに影をつけていって、うん、いい感じ。じゃあ、窓の方に立てかけて。うわ、私のだけ妙にリアルで浮いてる。もう少しリアルさは抑えた方が良かった。ありがとう。でもこれちょっと浮いてない？
塗りながら教えるよ。みんな楽しそうだな。みのりちゃんとしほちゃんも頑張ってるし、私も宣伝用のチラシ作り頑張らないと。私最近イベントでフライヤーを作ってるから、もしかしたら何か役に立てるかも。イベントの雰囲気に合う写真を撮って、あとはパソコンで加工してるよ。そういえば前にキャンプに行ったんだけど、その時撮った写真が使えるかも。確かスマホにもデータがあった。この夜の森とかどうかな。ありがとう。でも他にも写真を使ったりフォントを変えたりして何パターンか作ってもいいかもね。これくらい大したことじゃないよ。でもみんなの役に立てて嬉しいな。それは。やっぱりみんながいてくれたからだろうな。